皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、解説のゼニーです。はい、ということでね、ルシファーがお送りするバイオハザードビレッジ、はい、DLC。 はい、さあ家を出ようか。出れないということでね、うん、2階行ってみましょうかね。何かあるの？自分の部屋があるんじゃなかったっけ。ね、いろいろあったと思うんですけどね、なんか昔となんかちょっとね、並びの位置が変わってたりするのかね。何これ、オルゴール、あの、昔あったでしょう、なんか、うん、大切な。この曲なんだか懐かしい、好きだな。気のせいです。はい、まあね、そんなに聞けてたかどうかは分かんないんですけども、うん、とりあえず入れるとこ入っていこうか。ここ私の部屋。あ、そうそう、サッカーボール切り込んでたりしたもんな。そう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 、この奥の部屋ね、こっちにね、うん、ここね。あれ、ノートパソコンがあるね。何、2月2日はローズのハーフバースデーだ。あっという間の半年だったな。この瞬間の気持ちを記録しておきたくて手紙を書いた。少し感傷的になったかもしれない。誰かに見られたら恥ずかしいから、今は棚の引き出しに入れておく。これなら見つからないだろう。鍵はお気に入りの写真の裏に隠しておくか。なんでそういう情報を残すんだね。あ、鍵がない。お気に入りの写真ってここじゃないのね、多分。きっとこの服もすぐに小さくなるな。ちっちゃな服、こんなの着てたんだ。着てたっけ。 でも大体バラバラになってるかよくわからへん。そうね。子供の成長って早いな。ずっと見ていたい。ちゃんとね、ホームカメラで監視されてるっていうね、うん、ちゃんと安全をね。海外だとね、割とそういうところあるみたいでね。ビビマイクというかね、あれですな。うん、あの、なんか親がつきっきりでずっと見てるんじゃなくて、そうそうそう、意外とその、なんだろう、ねえ、なんかまあ話してじゃないですけど、ね、そう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 、あの、離れてて見てて、何かあったら見に行くみたいなね。うん、イーサンへ、2月2日ローズにとっての初めての記念日、とびきり可愛いケーキを作るつもりよ、あなたも期待してて、はい、これからお祝いの都度に特別なケーキを作ろうと思っているの。写真を撮るのはもちろんあなたに任せるわと。私たち家族のアルバムが分厚くなっていくのが楽しみねと。母さんともしばらく会ってないな。母さんはまだ生きてます。そうなんや。ミアトレット？トレットではないね。あ、そう？トレットではない。ミアウィンターズですね。あら、あ、少し早かったかな。けど渡すのが楽しみだ。何が出るかなってやつだね。何の爆弾？違うよ、サイコロだよ。あ、サイコロ。でかい。何が出るかな、何が出るかな。タタ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 。1階にあるっぽいな、写真。うん。ちょっと見てこようか、写真の。なんか鍵がついてるらしいんでね。なるほど。で、その写真ってどこ？どんだけ家飾んだよ、ハーフバースデーで。あ、ここあれやな、まずはミラーなんか料理する場所ね。うん、で、この辺でボコ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 撃たれたんだよ。そう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 。お？いろいろ見てみたら、見てるて、見てるて。ローズは本当食いしん坊だ。しかもフルーツばかり欲しがる。パップ。ずっとフルーツが好きなんだよね。うん、これ6プラスって何？6ヶ月ってこと？6ヶ月以上スイス郷ってことじゃないですか。なんですかね。でも、うん、ハーフバースデーなんでしょ？うん。あれ？なんか写真なんかあったっけ？見てみましょう、いろいろ。なんかあるよ、手紙が。うん、これ、うん、準備することが書いてあるらしいね。なるほど。え、お写真みたいなのなんかない？の廊下に飾ってあるやつと違うんですか？廊下に飾ってるの？わかんないですけど、廊下になんか写真っぽいやつが何個飾ってましたけど、
それは違うんですか、正面のやつ。ああ、違うね。セーブですね。それは違うんですか、これは違うんですね。うん、違うみたいな、ね。ポストカードみたいなんですね。で、2階じゃないですか。反応もしないんで。自分、2階なのかな、なんか、記念、大事な写真がどうのこうのって言ってたよね。ないね。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。いやいや、そんな、この世のすべてのところに置かれても困るんですけど。ワンピース。1階じゃないの？あれ、羅針盤なんて渋滞のもとやで。ああ、なるほど、うん。熱にうなされてな、火事を飛んねん。ブラック企業やな。そういうことだね。うん、もう精神論、2階？ 2階に興味はない。2階に興味はないことはないんですけど。埃かぶってたと。な、宝の地図も。確かめたのなら前説じゃないって。個人的な嵐は誰でもね。だっけ、なんとか思い過ごせばいいってやつだな。うん、いやいや、そんなもん思い過ごせない。の夢王やな、かき集めってね。探し物を探しに行くのさって。ポケットのコイン、それは You are my by friends って。 We are we are on the cruise We are、 うん、それはいいんですけど、うん、どこにあんの？お？なんかありますよ。閉める。閉めるか。写真どこ？本棚のとか書いてなかった？あ、これ。どちらかというとローズをパパにかな。私幸せそう。で、裏を見て。はい、はい、鍵が取れて、今出てきたぞ。いいの？え、ほら消えちゃった。おい、進む方が先になっちゃってた。バカ野郎。はい、でお父さんからの手紙。うん、誰からの手紙？ノートパソコン見ただろ。忘れてるってね。ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。それはちょっと難しいかもしれない。パパがご飯を作って学校へ送るよ。ああ、ミニバンで。怖い夢を見た時は子守歌を歌おうか。そうだな、車の神様ありがとうって歌やもんな。抱きしめて大丈夫って言ってやる。その上着着てないんですけどね。それ上着着てな、年金と一緒におるから大丈夫。忘れないで。うん。パパより。お前は愛されてない。ちょっと誰？誰？あれやんか。イブリン？イブリンや。エイブリン。マイケル、マイケル助けて！マイケル！エブリンや。久しぶりに出てきたと思ったら本当たち悪いわ。うん。ああ、なんか汚されちゃった。すいません。お前が欲しがっているものはここにはないよ。じゃあ浄化結晶は持ってないってわけ？ここにあるわけないでしょ。ちょっとなんか、ここどこ？わかんない。それには深く潜らないと。もっともっと。これあれじゃないの？うん？あのセブンの時のあの家じゃない？ベカって？うん。これだってエブリィの記憶でしょ？誰もお前を愛さない。知らないよ。一人ぼっちで死ねばいい。うん、一人ぼっちで。あ、行かれてる、行かれてる。逃げろ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 。の家ごと飲まれちゃえ。あ、違うわ。あいつんとこだ。先だったのに。うるさい。ちょ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 、どこ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 。どこ行くの、どこ行くの。あの、何？あれ。お前
が選ばれたんだ。あれを壊せ。一体何を言ってるの。で、向こうが開くのか。そういうことや。お前なんかてめえ邪魔だって。邪魔だって。うるせえなエブリン。てめえ一体何のことよ。お前なーに。私何かしました。うん、左右左こっち。なんかそれ、あーなんかこれがあるってことはなんか いるのか。いた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 。何何何何何こいつ何こいつ。いた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 。痛い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 。ちょ、ほんと邪魔だて。死んじゃうて。ボス能力使うんじゃないかな。あれ、あボス能力使って。ちょ、これがいる。ボス使え。はい、止めて止めて、そのまますぐ行こう。いやいや、そんなんで死ねないの。はい、ボスまだ来てない。はい、とりあえず一個からして来たところで止めて、はい、こうね。いいねいいね。よし、正面開くんじゃないですか。止めろ。ちょっと待って、早いて。よし、あれこれヨナの。知らない。ちょっと待って、何だから俺はその親父のジャケット着てないの、うん、あらマイケル。マイケル、どうして私の邪魔をするんだ。知らない、うん、逆に聞きたい。急げマイケル。お前は、うん、なんか文字出てんじゃないの。油断するな。 Be careful、 まだ終わってない。 Not safe yetエブリンが原因だ。うん、エブリンズなんとかです。でどうしたらいいんでしょうか。マイケルこのままでは館から出られない。どうしたらいいの。で進もうか。それ以上のヒントはなし。うん、なんか言ってんのマイケル。何。君の力であの子を抑え込め。どうやって。エブリンが弱ければもっと協力できる。ちょっとホワイトセージない。エブリンと叩くってできてるんで、うん、持っていけ。またパワーアップするんで。フラスコ増えた。パワーアップしたっぽい、うん、だけ高い服薬ありがたい。で武器はない。で気をつけていけ。君ならできる。うん、他にもちょっと探そう。なんかないの、アイテム的なもん。いや、あるですよ。ない。はい。え、何これ、どこ行くの。ここからは出られない。ボスなら能力。いた。なんか寝てんの。何こっち。私はずっといい子だった。危ない。でもこうやってる間隠れなあかんねんな。こういうこと？隠れて隠れて。抑え込めって書いてある。うん。なんか AV。ちょっと待って。痛い。後ろから行かれてる。なのにみんなローズローズってそればっかり。抑え込め。よし。こういうことね、うん、こういうことね。どこに出てくる。なるほどね。足元に注意しろ。なるほどね、うん、このプリンに当たった感じ。お前さえ生まれてこなきゃ。私が生まれた。痛い。死ぬ。回復を使って。はい、ボス今だ。あ、回復使ったら何もできん。どこにおる。そっちかよ。でもあれやれ、攻撃するためにあれが増えるから。ボスやる。おるや。
よし、どこや、どこや、あっ、特別なのは私、痛い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 、見えへん見えへん見えへん、そこもかよ、痛い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 、なんかゴリ押ししてます。え、お前は一人ぼっちだ、腹っぽだ、危ない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 、しっかりしっかり、二人じゃない、今だ、あ、消えた、こっちだ、敵そこだ、力を使い続けろ、どこ、あれか、やだ、やめろ、おりや、ふーん、よし、おばあちゃんになった、もともとババアやったからな、うん、だから誰も愛してくれない、どういうこと、近づくな、痛い痛い痛い、まあ、ただけこいつは失敗作やな、うん、これは全部お前のせいだ、他人のせいにするな、自分の失敗を、そうや、お前なんでもいなくなれ、どうぞ危ない、お、イーサン・ウィンターズじゃないと、あの声は、声やな、諦めるな、決勝を見つけろ、ああ、なるほど、あのマイケルはイーサン・ウィンターズだったってことやな、なったってことやな、さすがお父さん、どんどん下まで行くな、次どこや、ハイゼンベルクか、まさかさまにってたら、えらい古いな、うん、なんとなく今パッと浮かんだのそれだった、あ、ここあれか、ビレッジか、どこ、ここ、マイケル、どこなの、ローズ危ない、あの時ウィンターズって、うん、私をかばって離れちゃったんだ、あの声は覚えとんの？マイケルは、いや、気のせいです。父さん、諦めるな。決勝を見つけろ。諦めるな。決勝を見つけろ。彼のおかげで助かったの。ああ、助かったのかと、余計危険になったのか別問題として。必ず決勝を見つけなきゃ。で。どこか、あ、セーブポイントあった、もう一人なのね、でも先に進まないと、もうちょっと行く、いや、もうここでいいんじゃないですか、区切りいいよ、ここでいい、うん、多分なんかそろそろラストっぽいよね、そう、ラストやな、ここビレッジのビーチやな、多分なんかそんな感じするね、うん、はい、ということで、あ、武器も返ってきてる、アイテムも、お前、ホワイトセージも返ってきてるわ、これを使えとか、ありがたいね、うん、はい、ということでね、まあ今回ね、E さんと、はい、あのローズの過去のあの家からですね、はいはいはい、エブリンを発倒してのビレッジに到着ってところでね、はい、多分次回がそろそろ終わりが見えてくるのかね、そうですね、なんかもうそろそろ、まあ、あっても1話2話ぐらいで多分終わるのかなっていうようなところなんですけども、そうですね、はい、まあね、終わった後はね、またどうしよう、他のやつ始めるかどうするかまだ何も決めてないんですけど、うん、またね、3月にね、バイオハザードある方の方が出ますんでね、はい、そちらの方まではしばらくバイオハザードお休みかなというところになっております、はい、ってことでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとですね、ゼニの方もね、いろんなタイトルやっておりますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。ってことでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。怖いね、バイオハザード。